では続いてトコムコモディティフォーカスのコーナーです。ゲストをお迎えしています。岡安商事東京本部統括店第一営業部課長の田力博文さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。田力さん、はい、2回目のご出演ですよね。そうです ね、ちょうど去年の今ぐらいに、あ、そうですか、はい、出させてもらいました。1年ぶりということですかね。そうです ね、はい、今日は金の話をしていただきたいというふうに思います。はい、まあ、長期金利が上昇してまして、はい、まあ、金の市況が弱いというのが、ね、はい、最近の特にトランプですね、ショック以降の動きでして大きいんですけども、はい、まあ、この先はどういうふうに考えたらいいのか、はい、そこら辺ちょっと解説をお願いしたいと思います。はい、まあ、いろいろポイントはあるんですけれども、まあ、分かりやすくちょっと3つにですね、今回、はい、ポイントを挙げて、まあ、お話しさせていただきたいんですけども、これですね、はい、まず1つ目が、米国の利上げで、2つ目がアジアの需要で、3つ目が、為替と。で、米国の利上げに関してはですね、まあ、来月の12月、13、14に、まあ、FOMC があります。でそこで、まあ、米国が、まあ、金利を上げるか、それとも現状維持でいくのか、という話なんですけども、まあまあ、大方利上げするんじゃないかということで、まあ、話は進んでます、はい、のようですね、はい。で、まあ、通常利上げをしますと、まあ、金にとっては、金は金利がつきませんから、マイナス要因になりますので、はい、まあ、値段が通常下がっていきます。で、去年の12月にですね、一度アメリカの方は利上げをしてます、はい、まあ、約9年ぶりにですね。そうでしたね、ちょうどですから1年経ってます。それぐらいになりますね、はい。でその時じゃあ金の価格はですね、まあ、どういう動きをしたのかといいますと、ちょうどここですね、はいはい。で実はですね、この利上げをしたのが12月17日なんですけども、昨年の12月17日、はいはい、で利上げをしてから実はこれ金値段が上がってるんですね。ああ、そうですね、はい、これはまあ3月までの動きなんですけど、 もっと高いところもありますよね。そうですね、はい。でまあ、むしろその利上げをその行う数ヶ月間がですね、はい、実はこう下がってきてたわけですね。それまでが、それまでがですね、はい、でこれはまあどういうことかというと、まあ、実はこれ去年ですね、もうずっと米国は利上げをするすると、まあ、ずっと言い続けてきてました、うん、はい。でまあ、事前にこの相場が織り込んでですね、まあ、金の価格が下がっていって、でまあ、いざ金利を上げましたら、まあ、実はそこが金の底値だったと、はい、まあ、いうことだったわけですね。でその後はずっとこういうふうに上がってきていると、まあ、知ったらしまいという、そうですね、そうですね、はい。まあ、相場の格言にもその噂で売られて、まあ、事実で買われるというような言葉がありますけど、まあ、そうなってきていると、はい。であとその来年ですね、すいません、来月ですね、はい、12月に、また FOMC がありますけれども、まあ、そこで、まあ、おそらく、まあ、利上げする確率が、まあ、90% と、まあ、言われておりますから、うん、まあ、おそらく利上げはするんじゃないかなというふうには思います、うんうん。ただその時も、まあ、おそらく、まあ、前回同様ですね、うん、まあ、知ったらしまいで、利上げ後は、まあ、金の価格というのは、まあ、上昇していくんじゃないかと、いうふうには予想してますね。でこれは最近の動きですね。はい、そうですね、これもやはり今年から、まあ、去年の流れを受けて上がってはいたんですけれども、はい、だんだん、今年も、まあ、2回、まあ、もしくは3回、年内利上げするんじゃないかということで、うん、金はこう下がってきてたわけですね、うん。で来月、まあ、13、14に FOMC があって、まあ、ここでどうなるか、まあ、利上げになったとしても、はい、まあ、織り込んでもう前倒してきてますので、うん、まあ、その後反転上昇していくのではないかと、まあ、いうふうに予想してます。あ、そうですか、はい。まあ、あとは半月ありますからね、ちょっとそうですね、注意しながら見ていきたいなと思います。マーケット的にはもう来年の利上げがどうなるか、そうですね、をなんか織り込もうとする動きにも入ってるんですよね。はい、ですからこの FOMC で、まあ、この時の利上げもそうなんですけども、声明文の中にですね、
まあ、来年 の、 その利上げに関する、まあ、文言がもし出てくれば、はい、もしかしてちょっとオーバーシュート気味に、まあ、ちょっと金の価格も少し下がって、はい、でそこからまた反転していくのじゃないかなと。おお、そうですか、はい、いうふうには見てます。まあ、そうすると、その FOMC での、はい、声明文をしっかり、はい、読み込まないといけないと。そういうことですね。まあ、それが利上げ、アメリカの利上げ政策に対する、まあ、材料としてのポイントの一つなんですけども、そして、はい、さらに今度は需要面ですね。はい、需要面ではですね、まあ、今主に金の需要というのは、まあ、中国、はい、インドで、うん、まあ、大部分を占めます。はい、はい、でこれ金 の、 あの国別消費需要なんですけども、まあ、これも見ての通りですね、インドと中国で 50% まあシェア持ってます。はい、うん、でこれちょっと2015年度総需要って書いてますけど、まあ、これはあの金の宝飾品とあと投資需要ですね、うん、ですから工業品とあとまあ中央銀行の保有量はちょっと入ってないんですけども。あ、入ってない、はいはい、ただまあこれ見る限りでもですね、うん、まあ、あのこれ第3位の米国でまあ180トンに対して、まあ中国インドでこれ1700トン超えてますので、まあ金の需要というのはこの2カ国が支えていると、まあ言っても過言ではないかなと思います。でこの2カ国に関して、まあ需要の特に多い時期ですね、インドの場合はまあ婚礼シーズン、まあブライダルシーズンですね、まあ、この際に、まあ、民族衣装だったり、あと宝飾品、うん、それから、まあ、ダウリーといって、まあ、金のこう持参金ですね、なんかが、まあ、商品によくあの使われます。うん、でこの時期は、まあ、約1000万人ぐらいの、まあ、消費があるというふうには言われています。はい、ちょうど今もう婚礼シーズン始まったというところですね。そうですね、インドは。で一方中国、まあ、世界一、まあ、消費を誇っているわけなんですけど、まあ、ここはやはりあの来年のですね、1月の28日から、まあ、約1週間、旧正月が、うん、始まるんですけども、うん、まあ、ここでやはりあの消費が多いと。うん、で、まあ、ここ最近中国では、まあ、不動産価格がどんどん下落してまして、まあ、都心部ではあの一部上がっているところもあるそうなんですけども、うん、あの2014年の春先ぐらいから、もうピークにですね、まあ、どんどん大部分は下がっておりますので、うん、同じまあ実物資産としても、まあ、不動産よりかはまあ金の地金なんかが、はい、まあ、人気があるようですね。うん、はい、まあ、ここから来年年明けにかけて、はい、まあ、あの大消費国での需要シーズンに入っていくということですか。そうですね、まあ、これが相場を支えていくということなんでしょうな。そうですね、で、まあ、これちょっと載ってないですけど付け加えて、まあ、消費じゃなくての供給面でもですね、はい、あのだんだんあの、まあ、金というのは取れなくなってきているというふうには言われているんですけど、うんうん、これあの、まあ、2015年去年ですね、およそ3000トン、これはあの、うん、新しく取れる金の量がですね、3000トンでも頭打ちになっておりまして、うん、ここから、まあ、今年のデータはまだあの出てないんですけども、まあ、おそらく減ってるんじゃないかと。で来年以降はさらに供給量減っていくんじゃないかと、うん、そうですか、いうような試算もあの出ております。あ、だんだん深くなってくるので、はい、掘れなくなってきている。掘るにはかなりコストもかかってくるという、そうなんですね、ことのようですよね。非常にコストがかかるんですね。あのこれ15年ぐらい前ですと、まあ、ドル建ての金で、まあ、今より多分5分の1ぐらい の、はい、あのお金で金取れたんですけど、今ではその同じ 1g 取るのにも大体15、6年前は5倍ぐらいかかっていると、はい、でまあ、昔はまあ露天掘りといってですね、あの地上で、あのそれこそツルハシ取って、取るという状況だった。今はもうあのどこから取ってるかというとこう海の底とかですね、あ、そうですか、地下1キロ2キロから取ってると、大変なことですよねこれね。そうですね、まあ、非常に人件費のコストもかかるということですよね。まあ、時々ストライキの話とか出ますけれども、ね、やっぱり過酷な条件の中で働いている人がいるということではあるんでしょうね、はい、きっとね。そうですね、ただ需要面ではこのようにあの毎年同じような需要が、ありますので、まあ、必然的に価格というのは中長期的に見て も、はい、もやはりどんどん上がっていくんじゃないかなと。あ、そういうことですか。はい、思います。そしてまあ、3つ目の要因として挙げていただきました為替との関わりなんですけれども、はい、あの為替と金なんですけど、まあ、これ非常にちょっと難しいんですけども、まあ、というのはあの、まあ、ドルと金というのは逆相関の関係になってます。はい、まあ、どちらかが上がればどちらかが下がると、例えばこれは米ドルの今年
の動きですね、はい、まあ、ずっと円高進行してます、まあ、20円ぐらい下がってますけども、逆にニューヨークの金の価格の方上がってるんですね。あ、はい、で今年後半になりますと逆にドルが円高になってニューヨークの金のが上がってきてるという形なんで、うん、あ、下がってきてるという形なんですけども、はい、ただここ最近ドル高随分進んでますよね、はい、ちょっとこれ行き過ぎてるのかなと、あ、そういうふうに思うわけですね。もともとトランプさんもですね、アメリカ第一主義なので、まあ、この為替面においてもですね、やはり輸出を、まあ、貿易関係をですね、まあ、利益を確保していこうと、うん、まあ、いう動きなので、まあ、いずれかこのドル高も修正されて、まあ、ドル安、金高の動きに、まあ、なっていくんじゃないかなと、あ、そうですか、いうふうには見てます。テクニカルな分析としてはこれどうでしょうかね。これニューヨーク金の動きなんですけども、はい、まあ、1200ドルちょっと割れてますので、はい、まあ、先ほど言いましたその最あの参勤コストというのが、金の場合ありますから、まあ、それがおよそ1100ドル台ですので、まあ、この辺り場は買い場じゃないかなと。あ、止まりやすいところですかね。そうですね、あ、そうですか、はい、そして、まあ、今の為替ドル円なんですけどもちょっと走りすぎているというような話ですけども、ね、はい、これはまあ買い手売り手の均衡が崩れたときにそっちの方向に動くという、まあ、一目均衡なんですけど、これ実はよく見ると今ドル上がっているように見えますけども、今年入ってからまだ一目均衡の雲の下で売り方優勢なんですよね。あ、だからこれが長い目で見ると円高の中の途中のこう戻しになっ、うん、そのようにも 見えますよね。あ、ということでね、そうするとまあドル安、それから金高につながっていく可能性もまあ、十分ありますよね。ああ、そうか、はい、まあ、まだあの円高トレンドは死んでないというそういう可能性もあるわけですよね。そうですね、はい、そうですか、まあ、そこら辺見ていきますと、まあ、なかなかあの複雑で難しいですね。そうですね、どうしても円建ての金だとあのこのようにその、ですか、ドル安金高というふうにならない面もありますので、まあ、非常にこう難しいんですけど。ああ、わかりました、はい、ありがとうございました。はい、はい、岡安商事他力の博文さんにお話を伺いました。以上、トコムコモディティフォーカスのコーナーでした。